こんにちは、カルミアです。今回はこれから FF14 を始める方のために FF14 のプラットフォームである PC 版と PlayStation 4版のプレイ環境について解説していきたいと思います。FF14 はもともと PC 版並びに PlayStation 3での稼働を目標として制作されたゲームです。高い水準のグラフィックを誇る FF14 はサービス開始時点こそ高いスペックを要求したものの、新生 FF14 と生まれ変わるにあたり、グラフィックエンジンとサーバーが大幅に改革された結果、家庭用プラットフォームとして PlayStation 3の発売が実現することとなりました。そして PlayStation 3版の開発を経て、今では最新家庭用ハードの PlayStation 4版が発売されています。さて、これから FF14 を始める方が最初に迷うのが、PC 版と PlayStation 4版、どちらでプレイを開始するかという問題でしょう。端的に述べると、現行の FF14 では、PC 版と PlayStation 4版の大きな格差はほとんど存在しません。なぜならば、FF14 は PC 版と家庭用プラットフォームの弱点をほぼ解消しているためです。一般的なゲームであれば、PC 版の導入には、高いスペックを持つ高額な PC の準備という問題があり、家庭用プラットフォームには PC 版に劣るグラフィックといったデメリットが存在するのが普通です。しかし FF14 は新生 FF14 の時点で PC の要求スペックが現行の PC の性能に比べて大幅に下がっており、家庭用プラットフォームにおいては FF14 最大の特徴である高水準のグラフィックと高いフレームレートでのプレイ環境がPlayStation 4で十分に実現されているためです。これは PC 版、PlayStation 4版、どちらを選んでも安心してプレイできるよう配慮されたゲームであると言えるでしょう。PC 版と PlayStation 4版を対立させることが目的の動画ではないため、先に大まかな結論を述べさせていただきました。その点を踏まえた上で、PC 版と PlayStation 4版、それぞれでできることについて解説していきたいと思います。PC 版導入の鍵となるのは、先に述べた通り、要求スペックを満たす PC の準備です。FF14 の必要動作環境は、公式サイトにも記載されていますが、実際に FF14 を遊ぶのであれば、FF14 がギリギリ動く性能よりも、快適にプレイできる環境である方が、フラストレーションが少ないと言えます。すでに、FF14 の動作を保証する PC は、様々な BTO メーカーから販売されていることでしょう。カルミアがよくお世話になっている上記のサイトでも、毎年 FF14 を快適にプレイできる BTO パソコンを紹介しています。それでも心配であれば、 PC を購入する際に FF14 のプレイが目的である旨を相談してみましょう。また、 FF14 の公式サイトではベンチマークも配布されているため、あらかじめベンチマークソフトでどの程度のスコアが出るか確認してプレイすることをお勧めします。一方の PlayStation 4の導入は、通常のゲームを購入するのと全く変わりありません。唯一必要であることといえば、PlayStation ネットワークにログインするためのアカウントが必要なことくらいですが、PlayStation 4でゲームをプレイしている方であれば、ゲーム用の PS アカウントは所持しているものと思います。この導入のたやすさも、PlayStation 4ユーザーが多い理由の一つであるとも言えるでしょう。さて、PC 版と PlayStation 4版をプレイする上で大きく異なるのは、使用できる操作デバイスの違いです。PlayStation 4では、操作性の高い PlayStation 4用コントローラー、DualShock 4を使用できるのが大きな特徴です。FF14 では、これらパッドコントローラー向けに、クロスフットバーと呼ばれるウィジェットが用意されており、MMORPG 特有の多種多彩なスキルを一つのコントローラーで補うことが可能となります。パッチ 3.4 では、さらに配置できるスキルを増やしたダブルクロスフットバーが追加されました。一方の PC では、ゲームパッドモードとマウス操作モードによる操作を選択することが可能です。マウス操作モードでは、キーボードとマウスを駆使して操作を行うことができます。一見使いにくそうに見えるこのマウスモードですが、キーボードやマウスの設定を自由にカスタマイズすることができることと、ロジクールを代表としたゲーム用デバイスを使用できることが大きなメリットです。
FF14 の推奨デバイスとして紹介されている G13 コントローラーは FF14 の開発スタッフが愛用していることでも知られています。また G600 を代表とした多機能マウスを組み合わせることで会話を除く全ての操作をキーボードを介さずに実行することが可能となります。 FF14 の遊び方は戦闘だけではありません。高品質なグラフィックを売りにする FF14 では、美麗なスクリーンショットや動画を撮影して SNS や動画投稿サイトにアップする楽しみがあり、この撮影環境や編集手段について PC 版と PlayStation 4では一長一短です。 PlayStation 4ではシェアプレイと呼ばれるスクリーンショットや動画を撮影する機能が充実しており、それらをダイレクトに Twitter や YouTube へアップロードすることができるのが周知です。撮影から編集、投稿までをプレイステーション4一つで完結できるのが強いでしょう。一方の PC ではスクリーンショットこそゲーム内の設定で撮影できるものの、動画の撮影には専用のソフトを自前で用意する必要があり、 PC の性能によっては動画撮影時に FF14 のパフォーマンスが低下してしまう懸念が残ります。 NVIDIA 製の一定グレード以上のグラフィックモードを導入すると使用できる動画撮影ソフト、シャドウプレイは動作も軽く、プレイステーション4同様にプレイを遡っての撮影が可能です。しかし撮影した動画の編集についてもプレイステーション4は感覚的にカット編集が行えるのに対し、 PC で動画のカット編集を行うにはまた別の専用ソフトと知識が必要となり、敷居は低いとは言えません。一見すると編集ソフトや性能が充実していそうな PC の方が動画編集の敷居は高く、単純にプレイ動画を切り貼りするだけならば、プレイステーション4の方がお手軽に機能を利用しやすいと言えます。しかし、より高度な編集を行う場合は、PC の方が手間も少なく、編集ソフトが充実していることから、一長一短といった表現を使用させていただきました。これは、スクリーンショットを加工する場合にも、画像編集ソフトが充実している PC の方が手間が少ないことにも当てはまります。PC と PlayStation 4、それぞれのハード上の特性に関しても触れなければなりません。FF14 では、エリアデータのローディング時間がハードの性能差として現れやすい傾向にありますが、PlayStation 3から PlayStation 4へと移行するにあたり、読み込み速度は大幅に改善されたため、PC に大きく近づいています。ただし、PlayStation 4は、その使用上、プレイステーションネットワークの障害に巻き込まれる恐れがあることは注意が必要です。また、先ほど動画撮影に関して、PC では専用のソフトを用意しなければならない旨を説明しましたが、FF14 では PC 上で利用できる様々な便利サイトやアプリが有志によって運営、開発されています。これらはスマートフォンなどを介して、プレイステーション4ユーザーにも広く利用されているものが多い一方、それらの利用には十分な注意が必要なことも覚えていただきたい点です。FF14 ではゲームバランスを崩壊させる行為として、不正プログラムや外部ツールの使用を基本的には禁止しています。一体どこからが不正なのか、境界が曖昧とされている背景があるため、非公式として提供されているサービスには、自己の責任で節度を持って臨む姿勢が重要となるでしょう。こうした理由から、アプリやツールが充実していることを、PC 版だけのアドバンテージとして認識するのは避けた方がいいと言えます。簡単でしたが PC 版と PlayStation 4版の特徴について解説させていただきました。 FF14 は当初 PC 版と PlayStation 版の間には大きな落差がありました。 PC 版が最初に発売された2010年には PlayStation 版は発売さえ間に合っていませんでした。けれど FF14 はアップデートのために PC と PlayStation の格差が少なくなるように調整が加えられてきた結果、今では PC と PlayStation 4どちらでも楽しく快適にゲームをプレイできる環境が整っています。きっとそれはより多くの人にゲームを公平に楽しんでもらいたいという開発側の意向と努力の成果なのでしょう。 PC と PlayStation 4がそもそも違うハードである以上、その違いに悩むことがあるかもしれません。けれどそんなことよりも PC と PlayStation 4で同じ世界を共有できるってずっと素敵なことじゃないですか。たとえ相手が PC でも
プレイステーション4でも FF14 を楽しみたい気持ちは一緒なのです。この世界に敵となるプレイヤーは存在しません。いつだって仲間になってくれる冒険者だけがあなたの目の前にいるのですから。